新聞赤旗、日本学術会議任命拒否6市揃って告発ということですね。いやいや、まあ、民事で裁判すりゃいいじゃんね。要するに任命されなかったけども任命しない権限はないんだから、自分は任命されたものとして、その地位を与えろと、その地位確認の訴えを民事裁判で起こすべきでしょう。なんでやんないんですかね。だから刑事告発だけでなくてですね、だから違憲だ、違法だ、撤回だとか言ってやってます。まあちょっと外国人特派員協会で6人揃ってやったみたいですから、読んでいきましょう。学術会議の独立破壊、特派員協会で会見。菅首相が日本学術会議の会員候補を任命拒否した問題で、推薦名簿から除外された6市が23日、都内の外国特派員協会で揃って会見を行い、うち2市はメッセージ、任命拒否の違憲性、違法性を告発し、撤回と国会での追及を訴えました。6市が揃って会見を表明するのは、見解を表明するのは初めて。小沢隆一東京慈恵会医科大教授憲法は、学問の自由が保障されず、科学が戦争に動員された戦前の教訓を踏まえて、憲法23条に学問の自由が明記されたと指摘。学術会議は憲法に基づき、権力から独立して提言を行うことを職務としており、任命拒否は学術会議の任務と職務を妨げると撤回訴えました。だったら民間組織になればって話ですよね。そうですよ。そしたらもう自由にね、公権力から独立して自由に提言をできるでしょ。政府が丸抱えで予算を負担し、ね、特別職の国家公務員としてね、首相から任命されるっていう、そういう縛りがあったら言いたいこと言えないでしょう。ねえ、いくら正義感が強くても、お金までもらって任命までされて後ろ盾になって、その人あからさまにね、足利尊氏やるまいしね、そんなあからさまに批判しにくいでしょ。それが人情というものですよ。だったらアメリカとかヨーロッパで、ね、当たり前のように政府から独立した機関となって自分たちで予算をですね、やりくりして、政府から任命されるとか、そういうのは一切断ち切ってですね、自分たちが独自にですね、見解をしっかり政府に対して提言をすればいいじゃないですか。そうですよね。だったらもう権力から独立して提言を行うことを職務としてるんだったら、もうとっとと民間組織になればよろしい。それでいいじゃん、別に。何の問題があるのね。それでも今のままがいいって言うんだったら、いや、結局特別職国家公務員の地位が欲しいんでしょと。首相から任命されたいんでしょと。金欲しいんでしょという、この3点セット、ね。これを守りたい、ただの既得権益を守りたいだけだと言われても批判できませんよね。そうそう、独立して自由に歯に衣も着せず、バンバン政府に対して言いたいこと言えばいいじゃん。ね。そうですよ。よし。じゃあ、民間組織ということでいきましょう。ね。はい。次、岡田正則、早稲田大学、大学院教授、行政法は、違憲違法だ。会員の適否を政治が決めれば学術会議の独立性は破壊される。学問の自由の制度的枠組みの破壊であり、憲法23条違反だと批判しました。まあさっきの先生もね、憲法学者でしょ。この先生も行政法学者でしょ。法学者じゃないですか。みっともないよね。晩節を汚すような話ですよ。これをね、よその憲法学者とかよその行政法学者が言うならいいけども、拒否された本人が「俺は拒否された」って叫んでるわけだから、要するにだからもう利害関係者どころか張本人じゃないですか。いや、それおかしいおかしいって言うしかないじゃないですか。あ、確かに正しいですと。私は、拒否されるような人間ですなんて言わないですよ。俺はね、任命される資格があるんだと、政府がおかしいと、これは違反だって言うしかないじゃないですか。それを当人が言うと恥ずかしいから、およしなさいよって言うんですよね。だから学者ですからね、そういう常識もわかんないんでしょうか。世間の人、共鳴してます？してませんよね。この6人がかわいそうなんて世論ないよね。で、6人のうち結構やばい人が映り込んで、こんな人みたいな政府を恫喝してね、俺を任命しないと内閣倒れるぞぐらいのことを言った人もいましたよね。恥ずかしいと思わないの？ああいう人が出れば出るほど、いやもう解体で良くないっていう方向に行ってんの気づいてないんですかね。いやもう世間がどう見てるかとか、どう見られてるかとか、全くイメージつかないんだよね。そんな連中が何が政府に提言？もうちゃんちゃらおかしいわ。冗談じゃないよ、本当に。分かったでしょ。もうね、日本学術会議というのは、ただの金食い虫、ただの既得権益。もうとっとと廃止。それでも残りたいって言うんだったら、どうぞどうぞ民間組織としてね、新しく設立すればよろしい。それだけのことです。ね。で、出てきた。この人ですよ。松宮隆明立命館大学教授、刑法。この人も法学者なのよね。は憲法15条1項、国民の公務員の選定・罷免権が、任命拒否の根拠とされていることについて、菅首相はどのような公務員であっても自ら選定・罷免することができると宣言した。ナチスのヒトラーでさえ、全権掌握のために特別法を必要とした。首相は原告憲法を読み替え、独裁者になろうと恐ろしい話だと告発しました。ナチスのヒトラー出す、わざわざ。これね、何？独裁者になろう。たかが日本学術会議ごときで独裁者だってさ、もうなんかスケールが違いすぎるよね。それ重要な機関ならいいよ。でも社会のカスですよ、はっきり言って、日本学術会議って。そのね、100何人のうちの数名入れる入れないって、はっきり言って菅総理にとっても、どうでもいい案件なんですよ。はっきり言ってどうでもいい案件なの。ただ、年間10億も食ってるし、改革のメスは入れなきゃいけないけども、はっきり言ってどうでもいい組織だし、別にね、この松宮なんちゃらが入ってようが入ってなかろうが、はっきり言ってどうでもいいんですよ。そもそもどうでもいい話題なんですよ。それでナチスのヒトラー？だってさ、それで任命した人が変なことしたら任命責任っていうくせにね、おかしいでしょうよ。だからさ、これ出てきてんの憲法学者、行政法学者、刑法学者、恥ずかしくないのかね。でね、だから任命しない理由なんていろいろあり得るわけですよ。素行が悪いとか、評判が悪いとかね、女癖が悪いもあるかもしれないし、変なところから借金してるとこあるかもしれませんよ。だって内調がね、いろいろと内定調査して、この人やばいっていうことだってあり得るわけだから、少年の時にね、人殺してるかもしれないわけですよ。表に出てこないだけで。少年の頃のね、犯罪歴なんか分かりませんからね。内閣が調査して出てくるってことだってありますからね。じゃあ、こういう人、大体学生運動の時に何したのと。もしかしたら警官なぶり殺してるかもしれないんですよ。そんなものが出てきて、この人はダメだって言って外したかもしれないわけですよ。そんな理由なんていちいち公表しないでしょう。そうですよね。やばくないですか、こういう人たち。恥ずかしいよね。黙ってればいいものを、もう晩節を汚すというのは、この6人のためにあるような言葉じゃないですか。では、続き。芦名貞道京都大学大学院教授キリスト教学は、任命拒否の背景に軍事研究をめぐる問題があると指摘。日本の科学技術を政府がコントロールしようとしている中で、今の問題が起こっていると述べました。全然関係なくない？はっきり言って総理そんなこと考えてないよ。だってたかが日本学術会議ごときの誰を入れる入れないぐらいのもうさまつな件で、科学をコントロールできるとか科学技術を政府がコントロールで、そんな大それたもの、たかが学術会議ごときの分際で、だって10億円食ってるだけで何の仕事もしてない、ほとんどまともな仕事してない連中じゃないですか。そんなものの1人2人、5、6人入れる入れないだけの話で、科学技術を政府がコントロールできるかどうかな。そんなこと、総理、これっぽっちも考えてないよ。そんな大それたね、そんな大層な組織じゃないのよ。あったってなくたって同じ。いや、ない方が金がね、浮くぐらいの話ですよ。じゃあ、日本学術会議なくなって誰か困るわけ？だってここ10年20年ほとんどまともな活動してないでしょ。日本学術会議っていう存在自体日本国民のほとんどは知らなかったわけよ。こんな団体あろうがなかろうが誰も困らないのよ。そんなクソみたいな団体のね人事で科学技術を政府がコントロール、そんな大層な組織かよ。この何芦名貞道なんか何学術会議そんな偉いの？そんな権限あんの？笑っちゃうよね。日本の科学技術を政府がコントロールしようとしている。この人たち何と戦ってるの？意味不明だもん。腹筋痛いわもう。宇野重機日本政治思想、加藤陽子日本近代史、東京大学教授はメッセージを寄せましたですって。はい。うん。で、うん、そうですね。まあとにかくだから告発でしょ。告発訴えましたって言っても別に刑事告発じゃないんだよね。いやだから私がいつも言ってるようにそんなにね違法だ違法だって言うんだったら裁判起こせばいいでしょ。なんで裁判起こさないの？こんなもんね地位確認の訴えをポーンと起こせばいいじゃない。拒否権ないんだから自分はね会員なんだとその地位を確認する訴えだって言って民事裁判起こせばいいじゃない。なんでやんないの？負けるからでしょ。じゃあ違法じゃないじゃん。もしね任命拒否が違法だったら地位確認の訴え通りますよ。そうでしょ。なんで裁判しないの？白黒はっきりするじゃん。なんでやんないの？やろう？だって違法なんでしょ。自分はね正当なる会員のはずなんでしょ。なんで裁判しないんですかね。負けるからですよ。違法じゃないんだよこれ。行政の裁量の範囲ってものすごい広いんですよね。だから、まあ不服審査法とかでね申し立てたってそんなもん簡単に勝てませんよ。地位確認すればいいじゃないですか。なんでしないんですか。まあもう簡単なだから告発って言ってるけども告発っておかしいよね。告発って普通これ刑事告発だと思うじゃないですか。これ外国人特派員協会に来てメディアに告発しただけの話で、いやいや刑事告発しろよ違法なら。いや違法ならもっとレベル低く民事訴訟できるじゃん。告発はほら警察が受理するかどうかとかあるけど民事訴訟なんてほら法学者なんだからてめえで訴訟をかけや。簡単でしょ。違法な理由書いてこのね拒否はおかしいんだと自分の地位の保全を求めるっていう法学者なんだから訴訟をかけるっしょ。なんでやんないの？弁護士に頼むわけじゃない。法学者自分で書けばいいじゃない。そんなもの無料でできるんだからなんでやんないのよ。やりゃいいじゃん。勝ち目がないからですよ。勝ち目あったらやるでしょ。だから自分たちがね言ってることがイチャモンで本来通らない話だっていうことをこの法学者分かってるはずですよ。そういうことよ。まあ当たり屋みたいなもん。ギャーギャー泣きわめいておかしいおかしい不当だとか言ってね、恥ずかしいね。黙ってれば何の問題もなかったのにね、ことを荒立てちゃったがためにこんなこといくら何やったって分かりましたじゃあ任命するとか絶対ないですからね。でいて日本学術会議そのものを廃止する方向で議論が進んでますよね。この人たちは本当バカ。こんな頭の悪い人たちが何が政府に提言よ。だからこれまで提言したのなんておかしなことばかりだったでしょ。軍事技術研究ダメとかね、いや学問の自由阻害してんのお前らだろうって話ですからね。でいて中国とはね提携してるわけですからね、さらに言えば、東日本大震災の後に増税すべきだと進言したのもこのアンポンタンな連中ですわ。で何元号の使用は良くないって言ってるわけでしょ。じゃあお前言語を使わずに生活してみろやって話ですよ。ねえ。できんのかって話です。絶対昭和シェル石油で給油すんなよって話ですよ。元禄寿司で寿司食うなって話ですよ。え？そうでしょ。おかしいよね。何？明治チョコレートとか明治ブルガリアヨーグルトとか食うなっつうんだ全く。でしょ？おかしいよね。いや明治大学とかいないの誰も。それで言語を使うの。じゃあ明治大学名前変えろやねえ。平成ジャンプね。いや慶応の人知らないけど会員いないのこれ。じゃあ慶応も名前変えなきゃダメじゃんそんなもの。あ？そうでしょ。平成大学とかもあるでしょ。いや明治通り、そう明治通り通らずに池袋来いやほんまやほんまや。いやじゃあそんな言語を使うなって言うんだったら言語を使わずに生活してみろっつうんだよね。大正製薬使うなっていうね。そうですよ本当に。まあね昭和一桁台とか言うなよって言うんですよね。えそう明治通り通るなはい明治生命とか明治安田生命とかねダメですよね。あリポビタンDで飲むなあそう大正製薬だからね。そうですよね。まあそういうわけでですね、あ安いそうね、もういろんなことが、もうねその、日本人の生活の中にはねもう言語が染みついてるんで令和書籍もそうですけどもね。はいまあこういうミスリードしてきてる連中ですから。で任命されないってこの6人が騒ぐのはね何の効果もないからね。6人は黙ってて周りの人が「いやこの人たち拒否されたのおかしい」って周りが騒ぐ分にはまだいいですけども自分がね拒否された自分が騒いだらこれ逆効果だって分かんないのかな。昭和大学もそうだよね。はい、はい、というわけで、いや悔しかったら裁判せい、できないんだったらもう負けを認めろと。自分たちの言ってることはイチャモンであり法的には通らないことだって言うんですね。最高裁まで行けばいいじゃないですか自信があるならばね。五分五分だってやるでしょ。負け確実だからやんないだけなんだからね。もうこれ分かったでしょこれで。そういうことです。ちゃんちゃらおかしいわ本当に。地位確認の訴えなんてね結構シンプルですからね。